皆様には急なご連絡にもかかわらずお集まりいただきありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまから臨時市長記者会見を開催いたします。本日の案件は、今後の新型コロナウイルスについてワクチン接種スケジュールについて、ほか意見になります。それでは市長より案件について説明申し上げます。本日はお忙しい中お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。会見に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症対策のため、医療の最前線で対応いただいている医療従事者の皆様はもとより、感染拡大防止のため新しい生活様式などの実践にご協力をいただいております市民の皆様、事業者の皆様に対しまして心から感謝申し上げます。本日の案件は、今後の新型コロナウイルスワクチン接種スケジュールについてであります。まず本市におけるこれまでのワクチン接種につきましては、かかりつけ医等の身近な診療所で接種する個別接種を主軸とし、集団接種で体制を強化するという基本的な考え方のもと進めてまいりました。高齢者の接種につきましては、4月のワクチン接種、ワクチンの供給がですね、非常に少なかったために、市独自に75歳以上を優先することとし、4月21日から集団接種、5月10日の週から診療所等による個別接種を開始したところであります。その後、高齢者への接種を7月末まで完了するようにとの国の方針を受けまして、市におきましては、74歳から70歳までの方には6月8日から、69歳から65歳までの方には6月17日から、基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従事者には6月28日から、それぞれ当初計画より早めて接種券を送付したところであります。この結果、6月27日現在の接種実績につきましては、医療従事者、高齢者施設等従事者で1回目の接種が終了した方が72,344人、2回目の接種を終了した方が33,150人となっております。次に、市の接種計画の前倒しについてでありますが、市医師会をはじめ、市病院協議会、市薬剤師会、看護師の皆様、市歯科医師会、福島県立医科大学など多くの関係者の皆様のご協力により、接種スピードの向上や、いわゆる打ち手などの増加、スポット会場など接種会場の拡充などを図られたことにより、計画ベースではありますが、目標とする7月末までに65歳以上の8割に当たる8万人、11月までに12歳以上の8割に当たる23万人以上が接種できる体制を確保することができました。こちらも皆さんにもお配りしていると思いますが、当初は65歳以上の方が9月までにという予定であったんですけれども、7月末までに早めることができました。その後ですね、全体の接種ですけれども、すべての市民の方が接種できるのは当初、2月ぐらいまでかかるだろうと言われておりましたが、11月までにはですね、なんとか接種できるめどがつきました。これはいわき市の人口のですね、約8割、23万人をカウントしているわけであります。接種を希望しない方もいらっしゃると思いますので、8割というのは非常に高い数字ではないかなというふうに思っております。次に、7月以降の接種スケジュールにつきまして発表させていただきます。保育施設、学校等の教職員約6000人というふうに踏んでおりますけれども、この方々には優先接種ということで、7月5日の週からですね、接種券を順次発送したいというふうに思っております。また64歳から60歳までの方 2.1 万人
いらっしゃいますけれども、7月12日の週に準備ができ次第順次発送します。で、接種券が届き次第ですね、予約ができるという形になります。そして、59歳から50歳の方、約 4.2 万人今いらっしゃると想定しておりますが、7月19日の週から接種券をお届けすると。そして49歳から40歳までの方、4.3 万人いらっしゃるわけでありますけれども、7月26日の週に発送すると。そして39歳から12歳までの方、8.4 万人を想定してますが、8月2日からですね、順次発送をするという形の中で、11月までにですね、接種を終えたいというふうに考えているところでございます。なお、昨日報道機関の皆様に情報提供させていただきました通り、基礎疾患を有する方からの申告受付を7月11日まで延長しておりますことから、こちらにつきましては受付完了後随時接種券を発送させていただきます。今後につきましても職域接種も行われることになっておりますので、さらに接種が加速することが見込まれております。次に今後の予約受付につきまして発表させていただきます。集団接種と個別接種の8月分につきましては、7月5日から約3万人分受付を開始いたします。そして集団接種の9月から11月分、さらに個別接種につきまして9月分、7月30日約5万9千人分を予約受付できるようにいたします。そしてその後は個別接種になりますけれども、10月分につきましては8月31日約1万6千人分、そして11月分でありますけれども9月30日約1万3千人分、こちらをですね、受付できるようにさせていただく予定にしております。以上のように予約開始日を早めに公表することによりまして、市民の皆様におかれましては身近な医療機関で接種されるか、集団接種等で接種時期を優先するか、都合に合わせお選びいただきたいと考えております。また市におきましては、中山間地域などにおける集団接種のスポット会場を今後とも随時開設する予定であり、市民の皆様が接種しやすい環境を整備してまいりたいと考えております。最後に本市の感染状況について申し上げますと、今月は本日公表分までで47人の新規感染者が確認されております。最近の感染の傾向といたしましては、市内の往来や大人数での会食などの感染リスクの高い行動が散見されるところであります。感染者の減少傾向を確かなものにするため、市民の皆様には引き続き家庭や職場における基本的な感染防止対策を徹底するほか、感染リスクの高い地域との不要不急の往来を自粛する、飲食は感染防止対策が徹底されたお店で少人数短時間いつも一緒にいる方と行うなど慎重な行動をお願いしたいと存じます。全国的に新規感染者数が下げ止まり、または微増傾向にある中、福島県の重点対策が本日で終了することになりますが、今後社会経済活動を再開していくためには、これまでの感染防止対策を継続し定着させていくことが重要になります。市といたしましては、今後の感染状況を見極めながら円滑なワクチン接種に加え、飛沫感染防止対策として有効なパーテーションを設置する飲食店等へ支援金を支給するなどの市独自の経済対策等により、市内における感染拡大防止対策の強化と経済活動を維持の両立を目指す考えでありますので、市民の皆様、事業者の皆様にはご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。私からは以上であります。それでは皆様からの質問をお受けいたします。質問のある方は挙手をお願いいたします。
テレビ福島記者公園でございます。すいません、数字のちょっとの確認だったんですけども、この23万人を想定で、まあ、8割って言ってるんですけど、この8割を出したあの、まあ、理由というかですね、なんか調査等で、まあ、8割だったとか、いかがでしょうか。これまでの、まあ、多種の状況だと思いますけど、おかしいですと大体8割前後あるものですから、まあ、いわきにおきましてもやはり8割前後を目標として進めれば、おそらくこれで、多くの人は、まあ、ほぼお希望する方は受けられるんじゃないかということで設定したものでございます。頭ちょっと聞こえなかったんですけど、まあ、他の市町村で8割だったかな。そうですね。わかりました。であとその、資料3の4月以降の接種スケジュールのこの区分のところについているこの、まあ、各 年代の、まあ、人数、これはあの、まあ、8割の、人数という認識であの大丈夫ですよね。もう一度です。申し上げます。あ、その、3枚目の、まあ、4月以降の接種スケジュールの左側に書いてあるのは区分、例えばその65歳以上 9.9万人、はい、あ、ここはあの 全員の人口です。8割ではありません。あ、ではない。じゃあこれのうちの8割ってことですが全体として受けてく、あ、接種されるだろうと考えています。わかりました。はい。であと、まあ、3ヶ月 の、 あの、まあ、前倒しっていうことなんですけれども、まあ、これの、まあ、接種体制の、まあ、強化っていうところがあの、まあ、書いてありますけれども、この中でもやっぱり これがやはり、まあ、大きな効果を発揮したとか要因になったというのはありますか。やはりあの、まあ、例年丸1の1年あたり接種者の増を見ていただきましたと、これでも倍、あとさらにはグリーンベースも稼働日を夜間を含め毎日のように運営していると、まあ、これらにつきましてあの医師会の皆様をはじめ歯科医師会の皆様、あと県立医大の皆様、いろんな方にご協力していただいたということでクリアできたと思っております。この1番の 1時間あたりの1例円がこのあの倍増したっていうのは、このまあ下のこれらの、まあ、あの歯科医師とかであったりとかも含めた協力があったからこの倍になったんですか、それともなんかの効率的にできるようになったとか慣れたとか。これはまあ現場の改善の工夫なんですけれども、毎回やってる間に、まあ、医師の皆様、あとスタッフの皆様もこう円滑にその接種を受けられるような形になってきて、それでだんだんこのぐらいのスピードでいけるんじゃないかということでやってきた、まあ、ほぼ実績の値になっています。具体的に例えばこういった改善が一番大きいとか、これがスピード改善につながるとか、いかがでしょうか。会場なんですけれども、会場の設営も含めて、あの一番最初の設営当初とはもう今はほとんどあの全くと言っていいほどほぼ違う形になってきてます。それぐらいこう現場 の、 その動線の工夫とかそういうのをしながら、あの接種スピードを上げてきたというのが、まあ、実態です。わかりました。はい、ありがとうございます。福島民報の吉田です。数字の確認をさせてください。いわき市の直近の全人口と、あと12歳以上の方の直近の人口、要はワクチンの対象になっている12歳以上の方の人口、はい、教えてください。全人口は、3年4月1日現在で316,611人です。で12歳以上の人口が288,425人ということで約29万人です。もう一度お願いします。はい、まあ、全人口が316,611人、はい、12歳以上が288,425人です。ありがとうございます。当初の来年2月から11月へ前倒しということで、これはいわゆるワクチン対象者の中でも希望者全員に年内に、まあ、もう年内というか11月中に終わる見通しだということとイコールですよね。そう考えてます。まあ、希望される方が今のところ正確に 何割とはと捉えることはできてませんけれども、主としては8割と見て進めております。
ありがとうございます。あ、読売新聞下山田です。ですね、全国ニュースを見てますとですね、各自治体ともこれまで、接種体制が整わず、まあ、ワクチンはあったんだけれども接種体制が整わずに、打てなかったというところが、ここに来てですね、体制が各自治体とも整い始めて、逆にワクチンの数が不安になっているというふうな傾向が全国的に見られると思うんですが、いわき市のですね、確保、これからのワクチン確保の見通しについて教えてください。この計画につきましては、ワクチンが、確実に確保されるという見通しで作っています。ただ報道等を見てますと、やはり8月以降の供給の見通しがまだ不透明なところがあると。ただ国全体としては、9月までに、全国民分のワクチンを確保しているという状況がありまして、多少前後があるかもしれませんけれども、このような計画で今のところいけるのではないかと考えています。ありがとうございました。他に毎日新聞の柿沼です。原発事故で避難している他市町村からいわきに避難している方への接種状況というのは何か把握されてますでしょうか。はい、現時点でですけれども、約接種対象者のリストとしていわき市に避難されて、対象者のリストとして載っていらっしゃる方が1万約7千人いらっしゃいます。ただそのうち、これは7月末まで、65歳以上で予約されている方が約2400人おります。で、今のところはおそらく高齢高まだ今なら高齢者の段階で、高齢者が約2400人ということで、最終的に高齢者人口で申し上げますと、大体高齢全人、対象人口の3分の1ぐらいになるので、これを3倍した数字ぐらいが接種されるんじゃないかなと見ております。こういう方も例えばグリーンベースとかでも受けられるんですよね。はい、そうです。で、仕組みとしてはこのコロナワクチンウェブ予約を通して、例えば2番からもらう接種券をもらったその番号とかを打ち込めば大丈夫なんですか。はい、接種券番号を県の方からもらってまして、こちらで打つ可能性があるという方の、その方のリストをこの予約システムに番号を入れることによって、その予約が可能になるという形になります。わかりました。他にございませんか。はい、それでは以上をもちまして、本日の会見を終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。